こんにちは、パーカッションの高文です。前回ですね、動画でツリーチャイムをきれいに鳴らすコツというのを紹介しましたところ、ありがたいことに大変ご好評いただきまして、引きこもって研究した甲斐があったなっていう感じなんですけれども、今回は続ツリーチャイムをきれいに鳴らすコツということで、前回の動画ではお伝えしきれなかった内容をまとめて紹介したいと思います。前回の動画と合わせてお楽しみください。まずはツリーチャイムの鳴らし方についてですね。この紐を使って、鳴らしてあげるとディレイが起こらなくていいよっていう話をしたと思うんですけれども、この紐を意識するあまりですね、指で紐を引っ掛けて鳴らしてしまうと、こうちょっと引っ掛かりすぎてガタ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 っと、なってしまうので、注意点としてはもうこの紐に触れるか触れないかぐらいの、感じ、力加減で流れるように、撫でるように、やると綺麗に、発音することができます。あとこのチャイムのメーカーによって紐の材質が結構まちまちで、材質によってはですね、指が引っかかりやすいタイプのものだったりすることがあります。そこで、万能な方法としては爪を使うという方法です。爪を、紐にかかるかかからないかぐらいに当てて、そのままスライドさせると、また2本指で、やると、限りなくですね、摩擦抵抗が少なくて滑らかに鳴らすことができます。あとビギナーの方でも簡単に、綺麗に鳴らすことができる方法があるので紹介します。このバーがぶら下がっている上の木のところにですね、手を添えてあげて、爪が紐にかかるかかからないかくらいの、形をキープしたまま、もうこのままスライドさせれば OK です。この上の木を利用することによって、ずっと等間隔でこの紐を揺らすことができるので、簡単に滑らかにですね、このチャイムを鳴らすことができます。はい、前回の動画では、一般的な1列のツリーチャイムを使ったんですけれども、では2列のツリーチャイムの時はどうするのかというふうにですね、コメントいただきましたので紹介したいと思います。僕がやってる紐奏法ですね、今勝手に名前つけたんですけれども、これは2列チャイムの時に真の力を発揮します。今回用意したツリーも実は、2列チャイムなんですよ。気づいてました？だけど最初から何回も鳴らしてますけど、実はですね、これ この2列目を全く鳴らしてません。どやって、このように2列ある場合ですね、紐を使って鳴らしてあげると1列だけを鳴らしてあげることもできるし、2列両方とも鳴らしてあげることができます。ちなみにこの1列目のバーの方を普通に鳴らしてあげた場合ですね、揺れが大きいので必ず2列目が干渉してしまいます。あと、ほぼほぼですね、このレコーディングノイズが乗ってしまいます。紐を使って鳴らす場合は、ほとんど揺れないので、この2列目の干渉を受けずに済みます。この2列目も合わせて鳴らしたい場合はですね、紐にかける指を少し奥の方に押し出した状態でスライドさせてあげる。こう1列目と2列目が適度に干渉して、綺麗に鳴らすことができます。そしてこれが真骨頂なんですけれども、僕は2列チャイムにするときは2種類違うチャイムを組み合わせて使っています。で、紐奏法すると1列ずつ鳴らすことができるので、
このようにですね、2種類の音が使い分けられるというですね、すごくないですか。いや、教えちゃっていいのかなこれ。はい、まあ、教えちゃいますんで、どうぞパクってください。最後におまけとして、ツリーチャイムのベルツリー的奏法を紹介します。ベルツリーっていうのはこちらですね、こうアニメとかで魔法がかかった時の音です。トライアングルなどで使うビーターですね、比較的細めのものを用意しまして、このバーが揺れないようになるべく上の方をビーターを寝かせてスライドさせてあげます。というふうにやると、まあ、ベルツリーみたいな、サウンドを出すことができます。はい、というわけで前回に続きまして、ツリーチャイムをきれいに鳴らす方法を紹介しました。こんな感じでパーカッションの情報を発信してますので、参考になりましたらぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとは紐奏法ですね、このかっこいいネーミングもなんかありましたらですね、ぜひコメントください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また。